スピークイースト、いらっしゃいませ、こちらはかっぱ橋にございますドクターグッズと申します。今回は、新井先生よりご紹介をいただきまして、お誘いいただきまして、参加しております。こちらの方に載っている商品を、店舗の方でご案内しておりますので、ぜひお越しください。台東区の鳥越で生活デザイン雑貨を販売してます、シロと言います。御徒町の高架下にある2540にあるアーブチャードットと申します。アクセサリーショップです。モチーフが特徴的なアートイコチェの2ブランドを販売しています。五感に響く商品とか、職人技を使った商品、オリジナルの商品などを販売しています。こんにちは、私は新井康成と申します。このずっと使いたい、世界の料理道具という本の著者でもあるんですけれども、この本の中に、世界中の、料理道具を記した、写真と料理道具を、台東区のデザイナーズビレッジで、展示しております。よかったらぜひ遊びに来てください。中でもおすすめはイコチェの鍵のペンダント、実はこれペンになってます。待機中は、5000円以上お買い上げのお客様にノベルティをプレゼントいたします。皆様のお越しをお待ちしております。こんにちは、調理家電ブランドビタントニオを使うサインコーポレーション北原と申します。今回はこのビタントニオの商品を、スイーツを振る舞いながら、カフェスタイルで、商品紹介をしたいと思っております。ぜひお楽しみください。多分会期中はまたもう新作とかも並んだり、数量限定の商品とかも並んだりすると思うので、ぜひ来てください。せーの、スピークイースト。普通が恥ずかしい一番。もう一回、はい、せーの、スピークイースト。